東部地域は、ノルウェー南東部の地域。テレマルク県、ブスケルー県、ヘイドマルク県、オップラン県、アーケシフース県、オスロ、西フォル県、東フォル県の8県からなる。東部地域はノルウェーで、最も人口の多い地域で、首都で最大都市のオスロを含む。中部地域は、北と西を山に囲まれ、東にスウェーデン国境が、南にスカゲラク海峡がある。 南部地域との境界は曖昧である。ジョツン平面山脈は2469メートルに達し、グリーンランドを除く北欧の最高点である。最北部のダブラフジェル山脈とリレハンメル北東のロンダネ山脈も重要である。ハードンガー大地は西部地域につながっている。谷が山脈に深く切り込んでいる。主なものは東から西にオステルダル、カドブランスクリップドル。 ボールドラス、ホリンドル、ヌーメダルフロムが並んでいる。オステルダリンは平坦な針葉樹の森に囲まれているが、その他は深く山に切り込んでいる。東部地域の南半分のほとんどが松と東皮族の森に覆われ、谷底で農業が行われている。オスロフィヨルド周辺と北東部は比較的平坦で農地が点在する。この平地の人口密度が国内最高で、 人口の40%がオスロから 200km 内に住んでいる。多くの島が海岸を外海と隔て、夏には水泳やボートの楽園になる。ウィキボヤージュにはエストランに関する旅行情報があります。ありがとうございます。